にちは。こんにちは。リバティブラスのたかしです。りょうちゃんです。さあ、衝撃のオープニングから始まりましたけども、そうですね、なんかあんまり見たことない。これ単体でパーツを見るってことはあんまないですよね。まあ普通ないですね。普通ないですよね。普通は絶対ない。はい、ということで今回はフリューゲルホルンカスタム編第2弾ということで、密かにね人気の動画なんですよね。そうですね、はい、うん、やっぱりそのプレイテックのフリューゲルホルンを買って、まあ、ちょっといろいろとカスタムして自分好みにしたいっていうね、方がいろいろいるかと思うんですけども、前回はどのような感じでカスタムしたんでしたっけ。前回はですね、プレイテックのフリューゲルにですね、ヤマハのフリューゲルのパーツ、あるいはトランペットのパーツっていうのが使えたので、あの交換できるパーツは一通り交換してみてですね、どれくらい変化があるのかっていうことをやってみました。はい、そして今回第2弾のカスタム編では、まあ見た感じなんかパーツがもうなくなっているというか、交換されているというかはい、そういう感じなんですけども、まあ、主にどのようなカスタムを施したんでしょうか。見て分かる通りですね、ピストンケーシングはさよならしました。これがですね、あの動画撮ってから、はい、あのプレイテックなんかで使えないかなと思って、まあ、実際一回ちょっとアンサンブルの現場持ってって吹いてみたりとかしたんですけど、やっぱダメだなっていう、まあ、もちろんやっぱりその価格帯を考えたらすごい楽器だと思うんですけど、演奏でちゃんと使えるクオリティではやはりないなと。なので、まあ、カスタムしたとしても限界を感じてしまったんですね。なるほど。そのパーツ交換が手軽に交換できるものでいろいろやるには限界を感じてしまって、これはもう大胆な改造をしないとこの楽器は本当にただの鉄くずというか、あの置物になってしまう。なるほど。せっかく買ったんで、やっぱ遊びでもいいから使えるようにしたいなっていうのがあって、はい、ちょっと思い切ってやっちゃいました。そうですよね、はい、じゃあちょっとまず見せちゃいましょうか。はい、カスタムしたフリューゲルホルン、いきますよ。はい、じゃじゃーん、こんな感じ。なんか分かるかな、あのまずもうパッと見のもう色もうまず光沢が消えてる。消えてますね。私なんかこのピストンの周りですよね、変わってたり、あと こんなパーツありましたっけ。あ、これ、はい、これこれありましたっけ。ね、これもうあの自分であの曲げたりやばいな、自分で負けちゃった。負けちゃいました。やばいね。ってかもうほぼ原型なくないですかね。そうなんですよ、もうこれプレイテックって言われても、はでも見てくれよ、ちゃんとプレイテックって出たの。本当だこれちゃんとプレイテックなんですよ。プレイテック、すげえプレイテックだこんな変わる、マジか、すげえな。すごいですよね。いや自分でやっときながらなんて言ってんだって感じなんですけどじゃあちょっとこの後、ま、どういう施しをプレイテックさんが受けたのかそうですね、施しですね、はい細かく、紹介していきたいと思います。はい、それでは行ってみましょう。はい、リバティ、はい、それでは詳しく見ていきましょう。はい、では早速ですが、まあ一番気になるところやっぱこれですよね、ピストンです。今回ピストンを大胆に交換したんですが、なぜこういう改造に至ったか。まずですね、ピストンっていうのは穴が開いててですね、その穴が各抜き差し管に通じてピストンを押すことによって穴がつながってですね、音程が変わる、要は管の長さが変わるという仕組みになってます。でその時にアライメントっていうんですけど、穴とこの管がぴったり合うように調整するやつがあるんですよ。でまあヤマハとかバックとかでも、すごいいい個体でもちょっとずれてるとかっていうのは割とあることなんですけど、このプレイテックの元のケーシングがめちゃくちゃずれてて本当に面白かったんですけど、こっから見ると
こっちのね入り口は合ってるんですけど、こっちのピストンにつながる向こう側がずれてるっていう。だからどうしようもないんですよね。何をどうやってももうピストン本体の穴削るしかねえんじゃないかなみたいな。なのでこれはまあどうやってもいい水槽感ってのは得られないかなと。やっぱりですね、吹いてて音はいろいろパーツをカスタムしてですね良くなったんですけど、吹き心地っていうのがどうしても改善されなくて、まあそれでまあよくバラしてですね見てみた結果、そういう問題を発見したので、こういう軽信号を交換するということに至りました。ちなみにこれはトランペットの軽信号です。さあ何のトランペットでしょうか、東くんわかる？前はでも、まあ、ヤマハのパーツをまあねつけていたんで、まあ、ヤマハなのかなって思いますね。って思いますよね。これヤマハじゃないんですよ。これ日刊って言うんですけど、日刊って知ってる？ NIKKNN KAN か。この日刊っていうのが、あの要はヤマハの前にですね管楽器作ってた楽器屋さんだったんですけど、まあ、それをヤマハが吸収してヤマハが楽器の製作を始めたような経緯があります。なのでもうすっごい古いんですよ。ほんとうん十年前のトランペットなんですけど、これですねボアサイズっていうんですけど、管の中の太さによってですね M ボアとか ML ボアとか L ボアとかっていう言い方をするんです。普通のトランペットは ML ボアなんですけど、フリューゲルホルンはだいたい S ボアか MS ボアか M ボアになるんですね。なのでトランペットのケーシングって基本的に使えないことが多いんです。ちなみにプレイテックのフリューゲル、これは MS ボアでした。 MS ボアのトランペット、いやー現代にはありませんね。で、いろいろと楽器詳しい人に聞いたりした結果、日刊のトランペットが MS ボアだよっていう風に教えてもらえたので、その日刊のトランペットをなんとか手に入んないかなと思ったんですけど、ちょうどですねオークションで激安の本当にジャンクのベルとかベッコボコのやつが手に入ったので、それを使えないかなというわけでこういうことになりました。でもちろんですね、本当にまあジャパンヴィンテージみたいな言い方をするんですけど、古い日本の楽器なのですごい作りが丁寧で、もうアライメントとかはもうバッチリで、まあ、ちょっとパーツもいろいろ交換したりはしたんですけど、非常にですね元のケーシングよりもいい状態になりました。ちなみにこのトリガーとかも本当はついてなくて、ついてないんですけど、まあこういう風に動かせるように自分でですねこのリバース加工っていうんですか、管をばらして管を切って管を組み替えてハンダ付けして調整してっていうことまで全部今回自分でやってますっていうのが、まあ一番大きな変更点ですね。このピストンのケーシングが別の楽器から来ましたというのと、この日刊のケーシングを装着するときに一つだけ大きな障害があって、フリューゲルってですね2パターンです。トランペットのケーシングを元に作っているものと、いわゆるフリューゲルのこれですね、これをベースに作ったもの、これでですねそのベルの作りとか変わっちゃうんですよ。なので例えばですねこれピストンのスイッチとベルが出るですね管の位置っていうのはだいぶ違うんです。そこでですねこれをうまく調整するのに、ここをですね曲げました。パイプ曲げですね。本当はこここういう風にまっすぐになってたんですけど、これを一回内側に曲げてまた外側に曲げてという風にですね、このピストンの位置がちょうどいい位置に来るようにこれを曲げました。ちょっと実は失敗しちゃったんですけど、まあ割とうまくいったんでこのままつけちゃってます。実はねこの曲げる技術で作った楽器他にもあるんだよね。そうですね。詳しくは情熱大陸の動画を見ていただけますと、それで吹いてる楽器がありますし、東もね、はい、使ってるよね。使ってます。たまにやってますね。はい。要はベルを曲げてる、あるんです。アッパーベル、トランペットなんですけど、あれも僕が、自分で曲げてやってます。なので、賭けではあったんですけど、
思い切ってやってしまいました。まあ、その結果いい感じに収まったので、まあ、結果的には良かったかなと。まあ、あとはそうですね、この辺なんかパーツくっつけたりとか、 あとはこのベルですね、ベルの色味がだいぶ変わったかと思います。これはすごくプレイテックのフリューゲルの大きな弱点っていうのを見つけたんです。これもこのケーシングをつけてこの形になって吹いた時に、もう吹奏感めちゃくちゃ良くなったんですよ。めちゃくちゃ良くなったんだけど、思ったほど楽器が鳴らなくて、なんでだろうと。でここで僕思い出したことがあって、ハンダ付けって火を使うんですね。バーナーで炙って温度上げて、でハンダが溶けるとこまで行ったらハンダを流し込んで缶と缶をくっつけるっていう作業なんですけど、ちょっとね、あやばい、温めすぎたかな、熱入れすぎたかなって時があったんですけど、ラッカーがね全く焦げなかったんですよ、この楽器。普通ヤマハとかバックは焦げちゃうんですよね、火入れすぎると。なので上手いリペアマンさんっていうのはそんないう焦げとかもなく綺麗に直したりできるんですけど、僕そんな技術はないのでやりすぎちゃうことが多いんですけど、これどんなにやってもラッカーが焦げなくて、どんなラッカー使ってんだみたいな、そう思ってですね、ラッカー剥がしちゃいました。塗装を剥がして、で僕ねこれスクラッチ加工って言うんですけど、これですね、わざと傷をつけるんです、スポンジヤスリで。わざとこういう傷を作っていわゆるサテン風に仕上げるんですね。でこの状態で酸化皮膜がついてくると、あのすごい渋い感じの見た目になってくるので、これが非常に僕好みで思い切ってこれもやってしまいました。というぐらいですかね。あ、ちなみにこの棒も自分で曲げました。これ棒見えるかな、これとかとか、はい、だいたいこんなもんになります、改造のやつ。リバティ、はい、説明してもらいましたけど、はい、きっとトランペットとかやったばかりの人はもうハテナばかりですよねそうですね、そうだと思います。で、まあ、僕今これ実際にねちょっと持ってるんですけど、前持った時よりも重くないですか。あー、どうだろう。あ、まあ確かにその前ついてなかったパーツ、まあ、これもそうだし、あとヘビーにボトムキャップもしてあるんで重くなってるかもしれないですね。でもやっぱりこの重くなった分、その演奏してる時の抵抗感だったりとか、まあ音の重心だとかもやっぱり加味されるんですよね。変わってると思います。なるほど。で今実際ここにね、前使っていたバックのフリューゲルホルンがあるんですけども、実際に吹いてみてどういう違いがありますかね。まあ、やっぱりバックはもう安定感抜群なんです。もう僕も何年も使ってる楽器なので、あ、いつもの感じだな、やっぱり音もあったかくて柔らかくて奥行きがあっていいと思うんですけど、プレイテックの方はかなりそういうニュアンスに近づいたなと。で、これはね結構ジャズとかで入る系の楽器になるんじゃないかなと思います。どちらかというとバックの方は、まあ、クラシック、吹奏楽やクラシックソロなんかで音色が際立つ楽器かなと思うんですけど、こっちの方はですね、あのジャズ、ポップス、コンボとかそういうのでねバリバリ使える系の楽器になってきたんじゃないかなと思います。まあ、ちなみに先ほど、まあ、いろいろ熱を加えるとか、まあ、いろいろねここ削りとかいろいろ言ってたじゃないですか、はい、で曲げるとか言ってたじゃないですか、はい、まあちょっとね皆さん気になってるかわからないですけど、この後ろの背景もう工芸屋さんかなみたいなちょっと背景なんですけど、まあいわゆるここは佐藤良一工房みたいなそうですね、あの僕いつも、まあ、ここで仕事をしたり楽器改造したりみたいなことをしてます。ちなみに、まあ、このさっき熱を加えてアッパーベルの時とか、まあ、缶を曲げるって言ってたじゃないですか。あれってどういうものを使ってるんですか。あれ、まあ、バーナーは2つ持ってるんですけど、まずこれがあのいわゆるハンダ付けする時用のバーナーです。あのなんですか、的を細かく出せるというか、あの温度が高すぎない感じのやつ。
で、カンマ上げるときはこのあのもっとすっごい勢いよく炎が出るこういうガストーチ、ガスバーナーを使うようにしてます。もうこれは下手すると本当に火事になるんです。怖え。でこれで、まあ、あの焼きなましっていうんですけど、金属ってその真っ赤になるまで熱を加えた後そのまま自然に冷却していくと柔らかくなるんですよ。でこれ一気に例えば水とかに入れてジュッて冷やすと今度は硬くなるんですね、はいはいはい、そういう性質があるので一度この焼きなましバーナーで真っ赤になるまで熱した後放っておくと本当にクニって曲がるようになるんです。ただそのまま開けてしまうと缶が潰れちゃうんですよ。そうですよね。そうなんです。潰れないように本当は中に鉛とかあるいは保冷剤を入れて凍らしてとかするんですけど、ちょっとそういう技術はないので僕の場合は砂を詰めます。砂、あ、中に。そうです。中に観賞魚用の細かい砂ってあるじゃないですか、はいはい、あれ入れてで蓋して詰めて中が潰れないようにしてで、まあ、大体型に当てて、うん、おそれってまあ要は1回で例えばねこれ見てやろうっていう方がいないかもしれないけどやろうと思ってやった時に、まあ、絶対に多分失敗しますよね。絶対におすすめしません。絶対にやめてください。本当にまずさっきも言ったけど火事になる危険がそうですね、はい、火事になる危険があるので、まあ、僕やるときは絶対外でやるんですけどっていうのと、ね、残骸があるんだよね。また惨めな姿になったベルが出てきた。これはまさしくそのアッパーベルトランペットを作ろうとした時、もう3年ぐらい前ですかねぐらいに、やっぱりそういうの全然分かんなかったから、ジャンクのトランペットですよね。もうピストンが壊れちゃってるとか、もうベコボコになっちゃってて、もうそれ直すだけで新品の楽器買えちゃうみたいな、そういう楽器を買っては曲げの実験ですよ。なるほど。ちなみにこんなベルがあと3つ4つあります。いや、そのためにもうオークションとかでジャンク品って呼ばれるものを買い漁って、そうで何回もやって失敗して、もう本当に6本セット1万円みたいな。もう全部ピストンぐちゃぐちゃな。なるほどね。そう、ちなみに東が使ってるアッパーベルはその6本セットの中の1本。ああ、なるほど。あ、でもそう考えると全然使えますよね。ベルだけそのやつで、ケーシングとか他のパーツは別で買った楽器なんだけど、あのベルは実はその最初の時に買ったやつの あれがね最初の成功率。あ、そうなんだ。結構傷とか飛んでるとかあるでしょ。だから状態良くなかったんだけど、まあその買った中では一番状態が良くて、もうこれ絶対成功させてえなっていうやつで、 あれが実は少女作。へえ、すごい。そこからいろんな過程を経てね、こういう形になったということで、はい、では最後に、まあ、ちょっとバックとこのカスタムプレイテックちょっとまあ吹き比べなんかをして音を聞いて、お別れしたいと思います。はい、したけども、まあ、やっぱり前回カスタムした時の聞いた音色とは またやっぱり変わってすごいなんか深みが出たというか。出ましたね。なんか前のカスタムした後のフリューゲルホルンの時はまだちょっとなんかその全部なんか放出しちゃってる感があったんですけど、なんか今回のやっぱりカスタムしたやつはちゃんとその内に秘めているあの音というか芯がある音っていうんですかね。さっきのバックと聞き比べしましたけども、
なんかパッと聞きだとなんかそんなに違和感ないかなっていう、うん、いや本当に音色はねかなり良くなったと思います。だプレイテックのベル使えんじゃんっていう、うん、ちなみにこれあの要は赤みがかかったブロンズベルですけど、このブロンズベルのフリューゲルってあんまりないんですよ、うん、なのでこのブロンズベルっていうだけで僕はプレイテックは価値があると思うんですけど、ここで一つお知らせです。もうプレイテックでですねこのモデル出してません。ここまで上げといてあれなんですけど、いつ頃だったろう、最初のレビュー動画出して数ヶ月後ぐらいにあのサウンドハウスのホームページ見たらモデルチェンジしてたんですよ。はでイエローブラスのベルになってました。今の原稿はまた戻るかもしれないですけど、まあ、それはね吹いたことがないんで何とも言えないんですけど、だからあのこのブロンズベルのプレイテック買った方はラッキーかもしれないですね。なので、まあ、興味があったらあと覚悟があったらぜひ皆さんやっていただければと思います。はい、ちなみに楽器屋さんでお願いするとあの普通に中古でヤマハのフリューゲルが買えるぐらいお金がかかると思うので、あのはい、つまりそういうことです。この動画がいいねと思ったらぜひチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。他にもですね演奏動画だったりレビュー動画だったり基礎練動画だったりいろいろと出しているのでぜひそちらも見てください。お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。リバティブラスのたかしでした。りょうちゃんでした。バイバーイ。バイバーイ。